ルタワー、じゃじゃーん。しかしね、パリはね、マジでね、ホテルが高い。びっくりするほど高い。めちゃめちゃ美味しいです。アサギのラグ旅。今日はこのシャングリラホテルパリに2泊します。Where the Cheng Palace, 3F level, the Chinese one, yeah, Chinese restaurant, exactly. Mm-hmm. 1F level, the spa, swimming pool, yes. And fitness area. Okay. You have two restaurants. Two restaurants. Okay. La Bohemia and Cheng Palace. Okay. Exactly.シャングリラといえばシャンパレスというね、中華料理のレストランと、あとインターナショナルクイジーンの2カ所があるそうです。あと1階にはスパとプールとトレーニングジムなどなども。そう、ルームサービスなんか頼んだら超いい匂いした。ボタンマスターフォーユーフォーザエレクトリシティ。オーマイゴーッ、ティソービューティフォー。すごい、超綺麗。We have some macaron for you, French macaron. Yeah. One special letter from the guest relations team. Some fruit and one bottle of French champagne as well. What? Do you like French champagne? Yes, I love it. Wow, thank you so much. What kind of fruit is this? In French, it's abricot. Apricot. Oh my God, fresh apricot. Yeah, exactly. Oh. And in on the left, we have one bottle, one coffee machine, and some items in the mini fridge. It's not included, but you can absolutely to take some items when you need, and a safety box as well. Mm-hmm. Okay. It's not good. To put something inside. Is a mini bar here? Oh, okay. Yeah, it's not included, but yes, you can. Okay, you have some juice, some Coca. And water, of course. And you have 2 bottles of water here. It's for free, just near to the bed. Okay. And we can go to the terrace. Please. Yeah. Ah, Eiffel Tower. Ja ja. Yeah, it's very very nice view. Best view on Paris. Yeah. Thank you so much. If you need something, I will be here for you. Okay, thank you. Enjoy your stay, madam. Thank you. Thank you so much. すごい。見てこのエッフェルビュー。私と大東めぐみさんという企業の女性と一緒に2泊するんだけど、明日私とめぐみさんが所属している経営者のコミュニティの主催者の川島さんという方の結婚式があるんですよ。ね、ここでシャングリラパリスで結婚式があるので、ちょっとね、今日明日はここにステイしようということで滞在してみました。しかしね、パリはね、マジでね、ホテルが高い。びっくりするほど高い。ここも確かにエッフェルビューで素敵なんだけど、ほら中入ってさ、そんな広くないじゃないですか。だってこのね、これだけでおしまいよ。リビングルームもないのよ、別に。この奥にね、バスルームありますけど、こんぐらいの、4、50平米の、お部屋で1泊40万ぐらいなんですよ。すごいね、お風呂からエッフェルビュー素晴らしいけどね。で、さすがにね、私もね、ちょっとここに一人で泊まるの、ちょっと。2泊かと思って、80万かと思って、ちょっと高いなと思って、めぐみさん誘って一緒に泊まることにした。とりあえず私はもう今日は一日動き回ってね、もう超絶疲れたんで、てかお腹もね、ランチめっちゃ美味しくて食べ過ぎてお腹いっぱいなんで、食べとしてもルームサービスぐらい、なんなら何も食べないかもみたいな感じで、今日はもうゆっくり寝ようと思います。せっかくのパイだけど、もし元気出たら言うでっけかもしれないけど、はい、というわけでまたね。おはようございます。というわけで今日はね、シャングリラ2日目の朝です。朝食はバーヒニアレストランです。ちょっと周りの景色を、こんな感じですね。うわーすごい、シャンデリア超でかい、すごい。 Thank you。あ、これあれね、中華ないんですね。中華食べとこうと。はい、というわけで、スープが来ました。シャングリラっていうのは香港資本のホテルなんですね。で、シャングリラといえばシャンパレス
だいたいシャングリラホテル のメインのダイニングはシャンパレスっていう中華料理のお店が必ず入っているっていうのがシャングリラの特徴なんですけど、なぜか東京のシャングリラにだけはシャンパレスが入って、確か世界で唯一シャンパレスがないシャングリラだったような気がするんですけど、っていう感じで、あんまちょっと日本ではね、シャングリラといえば中華っていうイメージないんですけど、一応世界ではね、シャングリラといえば中華ということで、この朝食レストランにも中華メニューがいくつかあって、私はその中でワンタンスープを選んでみました。イエーイ、すごいいい香りですと、あとフレッシュグレープフルーツジュースとね、うん、これめちゃめちゃフレッシュ、ちょっと早速食べてみます。うん、美味しい。めっちゃ薄味、薄味だけど結構出汁が効いていて上品なお味が。エビのワンタン、うん、うん、めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいクロワッサンとか毎日食べて、これも美味しいんだけど、うん、毎日食べたからね、うん、今日はちょっと違う路線で行こうかなと思って、ちょっとやっぱフランスは美味しいものが多すぎて、ランチとかもやっぱり食べたいと思っちゃうから、だいぶそれぞれ軽めにしとかないといけないんで、ね、今日もいろいろ忙しいですからね。はい、というわけで朝ごはん楽しみます。